本日の第4試合、まずはじめに赤コーナーより栗原あゆみ入場。さあ果たして決着はつくんでしょうか。ザ・ドレスアップワイルドファイトまで発展しました。この2人の戦い、時間無制限日本勝負で行われます。ノールールです。あらゆる反則 OK。 相手の土俵にあえて踏み込んだのはこれから入場する栗原あゆみです。不退転の覚悟。いよいよ決戦であります。栗原あゆみが入ります。さあこのいでたちで入場してきました。自由なスタイルで試合可能というこのドレスアップワイルドファイト。最も嫌い、全てをかけて勝つと、そう会見で話していた栗原あゆみ。厳しい表情ですね。そうですね、入場は本当に何でもありルールってことなんですけども、狂気は、持ってきませんでした、ね、あえてね、はい、この状態で来ましたからね、はい、対する尾崎はこう話しています。引退を早めてやる、私とやったことを後悔させる、8月なんてのんきなことを言わせない、このリングで引退させてやると、そう話しておりました尾崎真由美です。さあ大きく深呼吸、リング上の栗原あゆみです。あいつにできるのか、この戦いが、とそう話していた尾崎真由美。まもなく青コーナーサイド入場であります。ノールールはお手の物。勝ち攻めには手段を選ばず、それが尾崎の戦い方。ご覧ください、この狂気の山。これをどう使っていくんでしょうか。尾崎真由美はこのいでたちだ。有刺鉄線ボードもある。チェーン、おー、これは栗原さん、先制攻撃を仕掛けましたね。そうですね、もうやっぱ待てないですよね。おー、はい、おーっと、左の裏剣だ。栗原さん、グローブをはめてるわけ。はい。おー、まあ、打撃で、ね、ちょっと磨きをかけるというか、そうですね、しかしここでいきなりね、有刺鉄線ボードが出てきちゃったね。いやまあ傾向となり、有刺鉄線ボードなり、まあ持ってくるのはもう分かっていたとか、覚悟の上だったんで。さあこれかわした、さあ行ったぞ、さあここからだ、まずは一発目行きたいところ。しかしまああらゆる反則が OK です。改めて確認しますと、ルールは自由なスタイルで試合が行われると、あらゆる反則が OK です。レフリーが危険と判断した時のみ以外は全て OK ということですからね。ロープブレイクもありません。場外カウントも数えられません。スリーカウントフォールギブアップ TKO のみ。さあいった、ミサイルキックだ。栗原ホールの体勢に入っている。まずは最初のフォールは栗原あゆみ。狂気をどう使っていくか、そしてセコンド陣をどう使っていくか。あえてね、栗原さんね、はい、相手の土俵に上がったでしょ。おっと、上がったでしょう。そうですね、上がりました、まあ、上がってるというか、いつも、はい、まあ、新宿フェイスとかで試合してても、まあ、やつらは勝手に出てくるし、恐怖も使い放題だし、はいはい、まあ、いつもと一緒といえば一緒なんですよ、まあ、止めたとしてもやってくるしね、はい、で奥のリングはね、レフェリーもそういう意味で厳しい、なかなか反則を取らないから、そういう意味では非常に厳しいこのリングなんですけれどもね。そして後楽園ホールご覧ください。もういきなりこの椅子の山だ。そして尾崎がその椅子で殴りかかっていく。セカンド陣の数がちょっと違う。おっ、ここで尾崎はどうするか。全てのこの後楽園ホール全てを使い始めた。2階席に上がっていく尾崎真由美であります。いつもとはちょっと違うコスチュームは
着用されておりません。自由なスタイルで試合が行われている。そうなんですよ、この衣装なんですけども、はい、あのドレスアップマッチで、はい、まあ、いつもとコスチューム違うっていうので、うん、自分何着ようかなと考えて、はい、でも、うん、まあ、こういう風にいつものなんていうんですか、こう、まあ、いつもセパレートで足とか腕は出してるスタイルなんですけど、はい、それはまあ変えたくなくて、で、あのこれはアメリカで全部揃えました、はい、あ、そうなの。そうなんですよ、ちょうど遠征にこの試合の前、はい、アメリカ遠征、最後のアメリカ遠征行っていて、あのアメリカの街で、まあ確かにね、このワイルドさん出てますよ、はい、あ、本当ですか。出てる出てる、あ、よかったです、ね、はい、しかしもうこれはね、もうあの入り口ですよ、後楽園ホールのね。本当ですよ、あ、もう売店の前だ、やりたい放題、やりたい放題。ドレスアップワイルドファイト、時間無制限の一本勝負、こういったルールでしかもこの2人決着はつけることができない。セコンド陣ももうやり合っている。さあ栗原ちょっと今のところ劣勢、序盤戦ね仕掛けたんですけれどもね、はい、セコンド陣の数が違うからね。そうです、でも、あの今回関西さんと、はい、本当天野さん、豊田さん、うん、加藤さんがセコンドついてくれてたんで、はい、やっぱそれはすっごい心強かったですね。あ、なるほどね。さあトイレのちょうど目の前だ。あ、もう大変なことになりました。さあ大丈夫でしょうか、栗原ちょっとダメージが深そうだ。あ、こちらはもうセコンド陣にも手を下しております。尾崎真由美であります。どうなるのか。あ、いきなり流血ですね。ちょっと厳しくなりましたね、やられました ね、 ね。さあここで再び会場の中に入ってまいりました。しかしまだリングはほど遠い。さあそしてそこに西尾は無知で傷口、そして今度は傘だ。本当傘とかやめてほしいんですよ。いや本当ですよね。なんなら傘めちゃくちゃ痛いですけど。傘はね、雨を避けるためのものなの。そうなんですよ、ね、使い方間違ってます。あ、もう何でも狂気としてしまいます、この尾崎真由美であります。あ、ようやく戦いの場、リングの中近づいてまいりました。今度はポリスだ。ポリスは男性ですから力がありますからね。本当ポリスは本当に大っ嫌いです ね、 ね、とにかく大嫌いといつも語っていたこの栗原愛美でありますが、ちょっとここに来て劣勢、厳しくなりました。ここで西尾でしょうか、リングの中に強引に入れ込んだ。待っていたのはこの尾崎真由美であります。大嫌いと話してました、はい、どれぐらい嫌いなの。いや、もう多分あの、うん、こう生きてる、はい、こう人生の中で、はい、こう私の知っている人々の中で一番嫌いです、うん、もう会うのも嫌だ。嫌ですね。なるほどね。でもこのままね黙ってるわけにもいかないしね。そうですね、やっぱり、うん、まあ、引退を自分が8月4日に決めたわけですけども、うんうんうん、やっぱり引退するまでに決着はつけたかったし、 そ、 それが本当に自分のプロレス人生のけじめだと思ったので。あ、なるほどね。2月10日のオズアカデミーのタッグではですね、はい、取られてしまいました。その時に目と鼻の骨折というのがありましたね。そうなんです、歯もかけました。あ、まあ、そういったね恨みもあります。そして3月の17日の大会でも敗れてしまったと。そうなんですよ、だから本当に、あの負けたままじゃ終われないんで。そうですよね、まあ、引退という言葉を聞いて私もちょっとびっくりしたんですけれども、はい、やはりこのままでは終わるわけにはいかないという思いもね強くなりますよ ね、 そうですね、はい、うん、さてちょっと公式系これも厳しい状態が続いている。大丈夫か栗原。ちょっとこの辺りはねでも意識朦朧なの。そうですね、意識朦朧ではあるんですけども、うん、いやでもまだ死んでないですよ。そうですよね、はい、もう本能でね、とにかく向かっていくような状況、はい、あ、ちょっと待ってくださいよ。有刺鉄線ボードだ。これをまずリング上に備え付けて、後ろにはポリスがおります。さあ声をかけているセカンド陣ですけれども、危ない、ちょっとフラフラし、フラフラの状態。そしてこれでなんとポリスもこれスープラトップの攻撃か。大丈夫か、大丈夫じゃない。
栗原さん、これは何、これどんな感じ。いやー本当にでもプロレス人生の中で自分こういう試合とは無縁だと思っていて、まさか引退前に。いやーちょっとこれはですね、見ているだけでもね凄惨だ。うわー、そして突き刺してまいります。これコスチュームに、ね、刺さってると抜けられないでしょ、はい、11鉄線の。そうなんですよ、ね、しかもあのちょうど上に着ていた、はい、あのタンクトップが、うん、ちょうどなんですか、こう透けてるレースっぽい感じだったんで、うん、はい、引っかかるんですね、またうわー、まあ、あれ反則 OK というさ、ドレスアップワイルドハイト、これを選んでしまいました。もうこれはこのルールじゃないと決着をつけることができないと踏んで、相手の土俵に踏み込んだ栗原、ちょっと劣勢だが、どうだ、まとめた、本能のまま戦っている。さあ栗原反撃なるか、ドロップキック、これが代名詞栗原愛美、今いいドロップキック入りましたね。はい、はい、さあここからどうか、この辺りはもう無我夢中なの。いや無我夢中ですね。やっぱ試合前は自分であの何でもありルールって言ったものの、うん、はい、やっぱりそういう競技自分も使ったことないですし、まあ、いつも向こうに使われてましたけど、使い方がわからないかもしれないね。そうですね、正直そういうところもあったし、やっぱ有刺鉄線とかそういうのも持ってくんだろうなっていう予想はしてて、やっぱ怖い気持ちは本当はあったんですけど。飛んだぞ栗原、メキシコでも飛びました、日本でも飛びました。はい、栗原歩美、さあ反撃開始だ。さあここからどう攻めるか栗原、まあ、狂気を持つというのがね、ちょっとこう見てても違和感があるんだけれども、もうこういうルールにね、はい、踏み込んじゃったから何でもやるしかないもんね。そうですね、あの憎しみを、今までの憎しみを込めて叩きつけましたね。そうですよね。さあこちらも加藤もそして関西も尾崎の上に椅子の山を築いた。ファンがちょっと怖そうな、そんな表情を浮かべながら周りを囲み始めました。さあ後ろからは西尾も来ている。テコンド人との小競り合いも当然あるわけであります。さあ栗原が尾崎の髪の毛をムンズと掴んだ。あいつも以上に厳しい表情、この栗原歩美だ。やはり決着はリングの中ということなんですか。そうですね、やっぱ基本は自分は中で決着をつけたかったんで、ね、さあセコンド陣が入ってきた。まずはカルロス天野、豊田真奈美も行く。重量感あふれる攻撃が続く。ダイナマイト関西が行く。さあそして栗原はどう攻める。栗原がいった、膝、これは強烈だ。まともにもらってしまいました、尾崎真由美であります。お、さあ今度はその有刺鉄線ボードを使う、どう使うか。栗原、栗原がさあ得意の裏投げの体勢に入っている。この体勢で持っていけるか。エルボー、得意のエルボーだ。さあこっからジャーマン投げっぱなし、距離を作った栗原がここから何を持っていく。ドロップキック、貼り付けだ、尾崎貼り付け。これあの髪引っかかって、あー女性だからね、これが取れない、これが取れない、かえって危険だ、かえって危険だ。本当に今が正気なのに引っかかって、はい、ね、なんでもう無理やり引きちぎりました。あーなるほど。さあ裏投げ、数々のタイトルを取った裏投げだ。どうだ、抑えているカウントバツ。感触はありましたか、あの裏投げは。あったんですけど、そうですね、まあ、すぐに裏投げ持ってきたかったんですけど、うん、まあ、ちょっと引っかかっちゃったからね。そうですね、作戦は何かあったの。作戦ですか。作戦はありません。ありません。もうその場の雰囲気で、もう本当に、もう本当に気持ちだけですね。気持ちだけね。もう気持ちだけが作戦です。なるほど、その気持ちが乗っておりますが、気持ちを乗せているという意味ではこの尾崎も気持ちが乗っている。チェーン攻撃です。ちょっとファンもたつろいでいるかもしれない。さあホールド体勢、どうだ、カウントバツ。女子プロレスでここまでやるのかと、そんな表情のファン。ファンも
声援が聞こえているか栗原愛美。ファンの声援は聞こえるもんですか、こういう時は。いや、ものすごく聞こえるし、それが一番本当に、うん、もう自分のパワーというか。あ、なるほどね、はい、しかしちょっと見てくださいよ、こんな状態が、ね、作られていたの。さあ、ここでダイナマイトガンザ入ってきた。関西が逆に使った。すごい、ね、心強いね。心強すぎます。上げた。さあ、2回からだ。行くか。ゴーン。さあ、大ハード状態。ダイナマイト関西が上げた。ゴン高く差し上げる。さあ、この有刺鉄線のボードの上、ジェットコースター。すごい、すごいね。これは見てなかったの、場外。十分あの西尾の鞭で落とされちゃってて、場外ではね、場外がこんな状態だったんですね。そうなの、初めて見ました。はい、今栗原ご覧のような左サイド動いてるんですよ、この時。とにかく上がって、はい、乗ってホール乗れって言われて、上げられて、こういう状況だったんですね。状況だったってことは分からず、倒れてる尾崎に乗ったんですけど、はい、乗った。ホールの体勢に入った。どうだ。カウントはツーカウント。さあ、ここはチャンスですよ、というところでこうやって来るんですよ ね。あらゆる反則は OK です。ガンリーも当然認められている。レフリーが危険と判断する以外は試合が続行されるわけであります。さあ、この過酷なルールだ。逆に今度はちょっと危ない。そしてこれをどうするんだ。この有刺鉄線のボードを栗原の上に。でー、これはどうだ。なんという繊細さ。こんなことをやっていいのか。女子プロレスです。うわー、やっている。大変なことになりました。関西が、大変だ。栗原生きてるか。これ大丈夫。いや、大丈夫じゃないよ。おい、カウントは2カウント。これは本当アドレナリンを持ってしてもものすごい鋭い痛みで。そうですよね。いや、ちょっと目を追いたくなるようなそんな瞬間でありました。あゆみコールが起きている。戦いの聖地後楽園ホール、プロレスの殿堂後楽園ホールであります。ちょっと厳しいね。そうですね、でも本人は諦めてないですね。はい、諦めた瞬間に試合は終わってしまいます。状況になってもまだ栗原の目は死んでいない。覚えてます、この瞬間は。いや、なんかこうやって改めて見直すと、こういう場面あったなって思うんですけど、やっぱりもう本当無我夢中というか感じなんで、ね、試合の時は。はい、あ、そしてこちらはね、コーナーでね、何してるんですかね。なんか外してんですね、金具をですね、むき出しにしているんですね。その間にこちら栗原、ちょっと厳しい状況。ロープを外すんですかね。そして噛みついている。ちょっと呆然としている加藤園子、そして豊田真奈美。リング上ちょっと見えました。この時に場外飛んだ時にこんなロープ外されたんですね。本当ですよね。状況がまた一変してしまいました。栗原ちょっとふらついている。リングの中戻された。これこうなってくるちょっとロープが使えないでしょ。そうですよ ね、 ロープワークがね。はい、そしてこのロープを首に巻きつけています。何でもします。さあ、大変なことになりました。これもう全てのもの、目にしたものは全て狂気としてしまう。これが尾崎真由美であります。ちょっと栗原防戦一方となってしまった。苦しい状況が続いている。ああ、そしてスパナを持ってくる。ああ、椅子だ。ちょっとね、栗原さん、はい、大丈夫なのっていう聞き方も疑問だったけどさ。いや、なんかこうどう、これこの瞬間は。いや、試合してる時はなんかとにかく必死だったんで、何をどうされてるっていうのは分かんなかったんだ。あれなんですけど、こう改めて見るとひどいですね。ひどいですよね。いやいや、これ当然ながら通常のルールはありませんけれども、これだけの生産さ、女子プロレス、そしてオズのリングで今行われている。まあ、相手の土俵とはいえども、このザ・ドレスアップワイルドファイト、大変な試合となってまいりました。リングの中に
上がれません。セコンド陣、栗原のセコンド陣、さあ打ち合いになっている。さあ右のエルボー、渾身のエルボー、さあやり返せと加藤の声援。右、強烈な右に放たれた、お返し。しかし向かっていきますもんね、栗原さんね、すごい表情。そうですね、もう肉来て肉来て仕方がない、必死すぎて声が出てないです。おー、なるほど、まあ人間は極限に来るとね、こうなってしまうんじゃないかな。うん、それを今体現中であります、この栗原歩美、引っ張り込んだ、これをかわした、あーっと、なんとどこ切れた、視界が阻まれてしまう、上げた、サンダーファイヤーだ、これでフォールの体勢、どうだ、返せるのか、危ない、まさかあそこで毒斬りね。いや本当に悲惨な状態になってます。前見えてます、見えてない、見えてないね。さーて、困った困った、この状況でどうしたらいいんだ。加藤は入ってくるも、やはり数が違う、再び有刺鉄線ボードだ、上げる、あー、加藤さんも、加藤にも、加藤さんもやられたんですね。さあ、そして栗原の上に、いや、横だ、有刺鉄線ボードがまた用意された。ここでどうするんでしょうか、何を持っていくのか、もう一発いくんでしょうか。先ほどサンダーファイヤーで落とされた、もうボロボロでしょこれ。そうですね、ただ痛いなんて言ってられないのかもしれない、かわしたぞ、うわ、顔面真っ赤、ボディー、そう、毒斬りで顔はもう真っ赤、かわした、裏投げだ、得意な裏投げだ。いやでもちょっと飛距離が、あー、そうですか、上に上がりたかったですけど、ね、なるほど。さあ、そして気を取り直してもう一発いくんでしょうか。タイトルを取ったあの裏投げがある、裏投げ、これもまたちょっと、もう少し、あー、なるほどね、本当あれの上に、なるほど、まああれだけのダメージだから少しね、そうなんですよ、距離が生じたのかもしれないね。そうですね、距離感がこんな初めてだったんで、こんなの、なるほどね、距離感がちょっと狂っています。現在のこの栗原歩美、もう少し上に上げたかったわけ、あのもう本当にあのボードの真上に裏投げで落とし、ね、したかったんですけど、ちょっとこう下半身ぐらいだったんで、あ、なるほど、ちょっと狂いが生じました。これもかわした、正面、おっと、ヘッドバット、ここは冷静沈着でやりました。そして急所蹴り、おっと、なんだ、起きてやまれた、毒蹴りで、ね、どうだ、あっしゃー、今勝ちました。あれ、何、あそこで毒蹴り、毒蹴り今までやられてきたんで、さんじさん最後にやってやろうっていう、うわー、初めて、初めてやりました、まさか毒蹴りを吹くとはね、口えらいことになってます。あれ何色なの、あれ青です、青、そしてここで、あー、人生初めて吹いた、人生初めて吹きました、あー、なるほど、これにはちょっと不意をつかれましたね、さしものこの尾崎真由美の、そして有刺鉄線のその上に、今度は完璧に決めましたね、今度は最後は決まりました、いやー、ついについにやってのけました、最も嫌いな選手に毒斬りからの裏投げ、もう人生初物尽くし、はい、本当にでもここまでの試合で、本当クソババアに対するムカつきだったりとか悔しさで自分のパワーの源になったっていうのはすごくあって、なるほどね、はい、何やってるんですか、ドベヒアが始まってしまいましたね、仲間割れしてるんですか、仲間割れね、同士打ちがありましたからね、さあ、ついにやってのけました栗原歩美、あの厳しい状況下の中で見事勝利を奪ったわけであります。ついにやりました、栗原歩美激勝です。